けてくれてありがとう、と言うべきかな。でも神岡くん、本当はどう思ってるの？事件の真相、本当に星原さんは関係ないと思ってる？しーちゃん、この前の記事読んでくれた？ああ、ごめんね、ほら私、今学園祭の準備で忙しくて。違うのよ、みどりちゃん。わかったわ。じゃあね、うのもりさん。みどりちゃん、違うの。大丈夫よ。私、こういうの平気だから。私、先に部室に行ってるから。Thank you.
神岡さんが目を覚ますまでは一人にしては置けないので待っていました。席を外されています。ただの貧血だろうから心配ないとのことです。4階の廊下に倒れていました。近くにいた男子の人に頼んで、お名前は知りません。いえ、そんなことありません。何でしょう。神岡さんは知らない方がいいと思います。さっき言ったことは嘘です。神岡さんは本当は校舎の屋上に倒れていたんです。私が一人で神岡さんを保健室まで運んだんです。七角ペンダント持っていますか。喋らないで。そうです。でも思っていた通り、七角ペンダントには私の力も働きにくいようですが、それとはちょっと違いますが、手を触れずに物を移動させることはできます。はい、力を使って神岡さんを屋上からここへ移しました。はい、そうです。いいえ、違います。
今は何も言えません。神岡さんもこのような力を持っているはずなのです。七角ペンダントが何なのか知っていますか？異世界への窓という意味が理解できますか？落ち着いてください、神岡さん。何も言えません。神岡さん、さっき私と麻生さんのことを聞きましたね。でも私と麻生さんだけの問題ではないのです。このままだと神岡さんは麻生さんを傷つけることになります。今まで以上に多くの人を巻き込む危険な事態が迫っているとだけ言っておきます。私はそれを防がなくてはならない。私は神岡さんの触媒となるわけにはいかないのです。今は何も言えません。時期が来れば全てが分かります。私帰ります。神岡さん、今日はもう大丈夫ですから。君何してんだ？まあいい、とにかくベッドを整えてくれ。詳しいことは分からん。私もそこで出会ったばかりなんだ。よし、男どもは回れ右。胸元を楽にした方がいい。ブラウスの前をはだけるからカーテンを閉めてあっちへ行ってなさい。
よかった、気がついたみたいです。菅沼先生、車を出せますか？一応病院に連れて行きましょう。ほら、ダメじゃないか、無理しちゃ。横になっているとなんか胸が苦しくて、立っていた方が楽なんです。そうか。気分はどうだい？どこか痛むところは？いえ、大丈夫です。ただまだ頭の中がモヤモヤしています。先生、私どうしたんでしょうか？